妖怪ウォッチの通信対戦を知っているだろうか。大きく分けて元祖軍と本家軍の2つがあり、はじめはソフトと同じ軍に所属。どちらの軍が勝ったかは所属している全員の勝ち点を足して判断する。ただし5万円払えば寝返ることも可能。軍全体の勝敗と別に個人ランキングもあり、今回は個人での勝ち点1位を目指していきます。わしゃーい。勝ち点はレート対戦のようにランダムマッチで貯めることが可能です。また勝ち点は0から3000まであり、それぞれがランク分けされています。0から100までは初心者、101から1000の間は100点増えるごとに9が上昇、1000点を超えると段となり、これも100点ごとに昇段、1500点からは2つ名のようになり、達人、師範代、師範と続いていく。さらに高レート帯を見ると2500点で王、2700点で魔人、最高ランクとして2900点で妖怪神となります。表示上は3000点までしかありませんが、超えて稼いだ分は個人ランキングに反映されます。ランキングは毎週月曜日0時より開始、1週間後の日曜日までに稼いだ分で順位が決定します。そのランキングでの1位は元帥という称号を与えられ、元帥の勲章という1位になった人のみがもらえるアイテムまであります。初日0時から24時までぶっ通しで潜れば全国1位の座を勝ち取れるか検証していきましょう。よろしく頼む。この企画のためにまずは月曜日1日休みを申請。快諾。それではやっていきましょう。はじめに使ったパーティーがこちら。マスクドニアンのスキル猛虎の粘りは2度まで HP0 で耐えることがあります。耐えている間に草薙のコンでクリティカルを出やすくしたブシニャンを使って敵を倒す簡易的なものです。安定して強いかというと微妙ですが、企画上早く試合を消化していく必要があったため採用。午前1時半ごろ、この辺りでは3分に1度マッチング。まだ勝ち点700ほどでしたが、人口が少なく最上位の妖怪神とも遭遇しました。午前3時、勝ち点が1000を突破。この辺りからしっかりと組まれたチームが多くなりました。ここまでに遭遇したチームを4つほど軽くおさらいしておきます。まずは白壁の入ったチーム。名前の通り壁役ですが、高確率でこのアイテムを所持、ガード中に攻撃してきた敵にダメージを与え返す効果があります。物理攻撃主体の今回のパーティーとは相性最悪です。次に三つ股のづちの入っているチーム。この妖怪のスキルはトリプルヘッドというもので、妖術が全体攻撃になります。ダメージは3分の1になるのかと思いきや、そのまま、つまり3倍の火力ということになります。3つ目はジバニャン S を含んだチーム。必殺技がたまるのが非常に早く、撃たれる前に止めなければ壊滅します。4つ目はシドロモドロなどのチーム。スキルが肩透かしというもので必殺技が当たりません。他にも構築はありますが、今回遭遇したのは主にこれら4つ。個人的に苦手なのが多かった印象です。午前5時、
この時間が最も人がいませんでした。全く同じ人と何度も遭遇、互いに対策し合い、試合は泥沼化、サドンデスまでもつれ込みました。サドンデスというのは試合が長引くのを防止するためのシステムで、5分経過すると発動します。発動中、妖怪は妖術を使わず物理攻撃のみになります。ただしダメージは全て999です。午前10時、環境に花穂人や水戸面が多くなり始めました。壁一枚では厳しくなったため、マスクドニアーンを1体追加。午後1時、敵に改造が登場するようになりました。3度遭遇して結果は2勝1敗。この戦いは以前の動画で見られます。そしてその後も順調に加点を積み重ねていき、午後7時、ついに勝ち点が3000点に到達しカンスト。そしてあっという間に24時を迎えました。ランキング初日は24時になるまで一切途中経過を見ることができないため、まだ確認できていません。果たして結果はどうだったのでしょうか。5位、4位、3位と見ましたが、私の名前はありません。3位が2428点なので、これより下ということはありえない。これはもしや私が1位になったのかと思ったのもつかの間、まさかの2位でした。肝心の1位はというと、改造勝ち点が99999点となっています。1週間での歴代最高得点が4万から5万なので、どう頑張っても超えられません。3位と大きく点差を広げることに成功したものの、最後は改造に阻まれてしまうという結果に。ついでに敵側の1位も改造でした。これに関してレベル5に問い合わせましたが、 3DS の使用上、改造者を特定できないため除外できないとのことです。やはり現在の改造が上位を独占する環境では、1位を取るのは厳しいようでした。